皆さん、こんにちは。気になる女性が目の前にいるとき、つい女性の表情に見入ってしまうことってありますよね。単純に可愛いから見ていたいという気持ちもあると思いますが、俺のことを見てくれるかなと気になったり、今何を考えているのかななんて探りたい気持ちが募って目が離せないという人も多いと思います。本来であれば表情全体を見たいところですが、ここ数年は会社で会う時も営業先で会う時も必ずマスクをつけているので、表情が読み取りにくいのがとても厄介だと思いませんか？感情が伝わりづらく、相手の気持ちを汲み取ったり空気を読んだりするのがただでさえ難しいですよね。今日はマスクをしててもわかる女性の脈ありサインについて解説していきます。マスクをしていても細かい部分をヒントに脈ありかどうかを見極めていきましょう。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、顔や目がこちらに向いている。人は興味のあるものに接しているときに詳しく知りたいと思ってじっと観察したり、些細なことも見逃したくないと思って全体を目で追うというような行動をとりますよね。それは当然好きな人に対しても同じなんです。女性は目の前に好きな人がいたら、その人の動きを細かく見ていたり、好きな人の話を聞き逃したくないから全力で集中するんですね。だからもし一緒にいる女性があなたに興味があるのであれば、あなたの顔を観察してくるし、目の動きを読もうとしてじっと見てくるでしょう。あなたが相手の女性の表情を読もうとしているのと全く同じように、相手の女性もあなたの表情をマスク越しに読もうとしているんです。女性はあなたの些細な動きを観察したいから、顔だけでなく手や体の動きも追いかけます。またあなたが話している時だけでなく、他の誰かが話している時もあなたのことを見ていたりもしますよ。そんな感じなので、お互いちょっと休憩するタイミングがあったとしても、基本顔を背けることもないし、目線がどっかに行ってしまうこともありません。もしあなたの真正面に女性がいなくて斜めなどにいるなら、顔や体をしっかりこちらに向けて話を聞こうとしてきます。これはあなたを見逃したくないという思いがあるだけでなく、私はあなたの話をしっかり聞いているというアピールでもあるんです。ただもし女性の周囲に何人か友人や同僚がいて、周りを気にして堂々と見れないような雰囲気があるなら、顔は向けないけどチラチラ見てくるなんてこともありえます。女性がシャイであれば、大勢の時は見たくても見れないかもしれませんね。二人きりの時がこのサインをヒントにして脈ありかどうかを判断できるベストなタイミングでしょう。2、眉毛の動き。マスクで口元は隠れていますから、ヒントになるのが目以外にあるのだとすると眉毛ですね。女性があなたの話を楽しく聞いていたり、あなたと一緒にいる時間を楽しんでいるなら、目だけでなく眉毛も大きく動くはずです。感情をより相手に伝えたいと思って表情筋が働くからですね。この表情筋という筋肉はちょっと特殊なんですよ。随意筋なので自分の意思で動かすことももちろんできるのですが、顔面神経の影響を大きく受けているので無意識に働くこともあるんです。つまり精神状態や気持ちが大きく反映されやすいということ。イライラした時や辛い経験になった時に眉間にシワが寄ってしまうなんていう経験ありませんか？眉間にシワを寄らせないように強く意識したとしても、痛いとかやだと思った瞬間につい自然と眉間に力が入ってしまうのと同じで、精神状態は自然と表情筋を動かします。つまり楽しかったり気持ちが高揚している時は表情筋に大きなストレスもかからないので、顔は緩みやすかったり、テンションが上がっているなら眉毛が上がって目を大きく見開いたり、アクションも大きくなりやすいんです。それでは反対に、あなたといる時間が女性にとって苦痛だったり、あなたの話をもう聞きたくないと思っている時はどんな顔になるでしょうか？想像してみましょう。そうですね、どうしても眉間にシワが寄りやすくなったり目を細めたりするんですよね。ただもちろん普段からしっかり表情管理の訓練を受けているような人であれば、思っていることを顔に出さない人もいます。人によっては表情を隠している場合もあるので 100% わかるものではありませんが、お仕事モードではなく自然体で接している人であれば、やはり表情に気持ちが出るものです。ぜひこれからは眉毛も見てみましょう。3、あなたが見ているものを目で追う。
女性は好きな人の顔や体を眺めるのも好きですが、興味があるのはそこだけではないんです。あなたが好きだからこそ、あなたが見ているものやあなたが興味を持っているものも気になるんですね。例えば、あなたがただ上の空でいる瞬間があるとしましょう。その時、女性があなたの視線を気にして同じ方向を見てみたり、どこを見てるの?とか、何見てるの?なんて気になって話しかけてきたら、比較的好意的だということがわかります。あなたに興味がなければ、あなたがどこを見ているかなんて気にもならないはずです。上の空のあなたに対して、そっちじゃなくてこっちを見てよっていう思いで、ねえちょっとと声をかけてくるようなら、かなり好意が強いとわかります。構ってよって言っているようなものですからね。もしあなたが自分の手元を見ていたり、スマホを見ている時も、相手の女性が同じようにあなたの手元を気にしたり、スマホを気にしているようなら、あなたにかなり興味があるということなんです。好きな人が何をしているのか、今何に夢中になっているのか、当然気になりますもんね。よくうなずく。女性の脈ありサインを探すときは、目の動きだけでなく首の動きも少々ですが参考になります。あなたの話を親身になって聞いてくれる姿勢は、目だけでなくうなずきをしてくれるかどうかでもわかるんです。もし女性があなたに対して特別興味がなく、あなたの話を半分聞き流しているような状態なら、女性の頭の中ではあなたの言葉を聞いて理解する作業よりも、何か他のことを一生懸命考えているのでしょう。外の景色を見たり、隣の席の人たちの話に夢中になってしまって、あなたの話にきちんと集中していないなら、うなずきも生まれませんよね。ただこれは、うなずきをするイコール好意があるとも言い切れないので、ご注意ください。目の前にいるあなたときちんと向き合っているかどうかを見極めることはできると思いますので、参考にしてください。5. 手が見える場所にある。目だけで判断ができないと思ったら、手振りにも注目してみましょう。手の動きはかなり参考になりますよ。例えば、女性があなたを見つけた途端に髪を触り出したり、マスクを整え出したりしたら、それはあなたが現れてドキドキしているという気持ちがあったり、あなたに見られるから外見を気にしているという状態なんです。マスクが曲がっていないか、つい何度も整えたり、耳に髪の毛をかけたり、髪の流れを気にしたり、明らかにあなたによく見られたいという気持ちの表れですよね。他にも、テーブル越しにあなたと女性が向き合った時に、女性がテーブルの上に手を出しているかどうかでも気持ちは読み取れます。テーブルの上に手を出していれば、あなたに心を開こうとしている証拠。反対に、テーブルの下の膝の上などに手をしまっていたり、腕組みをして手を隠している場合は、あまり積極的に心を開く気がない様子が伝わります。手というのは意外にも感情が現れる部位なんですよね。言葉が存在しなかった時代のコミュニケーションツールが手や表情だったとすると、その本能は今でも少なからず残っているんだと思わされます。テーブルの上に手を出していると、相手に対して身を乗り出して話を聞く体勢にもなりやすいです。女性があなたに対してどれだけ一生懸命向き合っているかが、手の位置でもわかるんですよ。以上、マスクをしててもわかる女性の脈ありサインについてご紹介しました。ここでは、表情や仕草をヒントに脈ありを見つけるというテーマでお話ししましたが、当然今の人類は言葉を使っています。表情や行動、仕草に本能的に気持ちが現れやすいということを分かっていただいた上で、もちろんですが、言葉や声のトーンなどにも注目していくことは必要です。いくら表情が好意的でも、あなたに興味を持っていない人は社交辞令のような上辺だけの会話をするでしょう。今日のお話の内容は、脈ありを探すためのヒントの中のほんの一つだということをご理解くださいね。他にも、いろんな情報を交えながら、あなたの一番しっくりくる女心の見極め方を見つけてもらえると嬉しいです。これからもゆるうりチャンネルの動画をぜひ参考にしてくださいね。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。